こんにちは、新鮮堂薬局鈴木邦明です。今日は短い動画になると思います。池田さんというフードジャーナリストが書いた記事ですね。原料高騰で注目の惣菜は餃子、ピンチの唐揚げにはない強みとは、まあそんな記事なんですけれども、そんなことよりも、この記事を転載した理由はこれです。オイルショックで醤油がなくなった。私知らなかったんですよ。まずちょっと読みますね。2022年3月の企業物価指数は 9.5% となった。この数字は1970年2度起こったオイルショック以来の高い水準と言われる。当時、つまり1970年のオイルショックでは、人々はこぞってトイレットペーパーを買い占める事態となったことを記憶されている方もいるかもしれない。しかし意外に知られていないのが、オイルショックが起こった際、スーパーで醤油が陳列台から買い占められ、醤油工場がフル稼働しても追いつかなかったことだ。そのため出来たての温かい状態で醤油が売り場に並んだという。2022年4月は 10% 超えだ。おそらく今月もっとひどいことになってるのは皆さんお気づきですよね。もう物がなくなってますからね。そういう意味で、原料高騰もありますし、いろんな意味で、4月よりも今月の方が悪化していることはほぼ間違いないわけですよ。ですからこの調味料を買うということも相当やっておかないと、味噌と醤油、お酢、その後あたりよりは最低限抑えておく必要があるんだろうなということです。それ以外にもちょっとこの記事なかなか面白いところがありまして、一応今起きてることの流れで一応、ご紹介しますけれども、原料高騰の主たる要因として地球の温暖化による穀物の不作、ウクライナ情勢緊迫による地政学リスクがあり、このために原油価格が高騰している。このことから物流のコストがアップしているのだ。日本の食は中国に依存している。中国産のタケノコの水煮は低価格で、これまでありがたい存在であった。しかし価格が急騰しており、タケノコを入れての原価調整ができないのだ。だから今までタケノコが入ってるような食材っていうんですか、このタケノコの量の増やしたり減らしたりで原価調整してきたってことですよね。この他に小麦、油、基本調味料の原料、物流まで円安もあって、あらゆる原料が高騰している。食品メーカーの多くは値上げがやむを得ない状況となっていると言っています。基本調味料の何もかも上がっていると。あとは原料1本のリスキーさっていう記事になってるんですけれども、唐揚げ、カットされた鶏の供給不足は今もなお続いているのだ。なんかこれ私知らなかったんですけれども、鶏がないと言われだしたのが去年の10月以降だそうですね。唐揚げ用に加工された鶏の主な輸出元はタイ産である。6割がタイ産。輸入が滞り、タイ産の加工鶏の価格が急上昇した。コロナの感染で人手不足でそういうことが起きたってことですね。今どうなんでしょうね。業務用スーパーの方が、ブラジル産の鶏を販売してたらしいんですけれども、それが一部もう入ってこないという話がありますので、その辺がどうなんでしょうかね。とにかく鶏、唐揚げですよね。物がなくなってきたので国産のものに切り替えてるところがあるんだけれども、儲かる惣菜ではなくなりつつあると、スーパーにとってね。お惣菜で儲けるために、スーパーは主原料が1本の唐揚げのリスクから脱却しようとしてると。一つの原料が主体の唐揚げのような商品の代わりになる商品を同時進行で売り場に並べる必要が出てくる。スーパーが利益を上げるにはそれしかないという、値段をなかなか上げれないからということですよね。この図なんですけれども、これは過去4年間の惣菜ベスト10で、3回以上購入した人々の推移を見ると、増加しているのが餃子、そして麺類のみであった。麺類はでも小麦高騰してるから、まあ、これからね、値段が上がっちゃうから、まあ、販売するのは難しいということですね。で、その点、餃子はいいよって、いろいろな原料で、原価調整が可能、それが餃子。具材の調整以下で原価を調整することがまだ可能なのである。つまり、原料のリスク分散ができる。まあ、つまりは、安い、具材を探してきて、調節すればいいから、利益上げるためにお客さんなんかどうでもいいから、冷凍餃子いいよって言ってる記事ですよね。まあ、そういうことなんで、安い冷凍餃子なんかは買わない方がいいという、ただそれだけの話なんですけどね。ただここら辺の記事も結構面白いんですよ。本当に安いんですね。1個23円とか。こういうふうにコンビニも餃子を売ってるのは私初めて知りましたけれども、スーパーはもちろんですが、こういう野菜のうまみ牛っていうのもどうなんでしょうね。本当に国産野菜なんでしょうかね。あとで、ドラッグストアすごかったですよ。どこだっけかな。あ、コスモス薬品は、餃子1個 8.6 円ですって。あとあれですね。自動販売機で売ってるんですね。冷凍餃子。まあ、餃子の王将でも1個 39.5 円。まあ、このぐらいの価格で、やっと食べ物レベルなんじゃないですかね。10円切ってて食べ物なんですかね。まあよくわかんないんですけれども、とにかく餃子は定番商品であり、複数原料を使用することで柔軟な対応ができ、原価調整がしやすい。まあ原価調整されちゃってるってことですよ、逆に言えば。他国に依存してしまっている原料を考えると、餃子はまさにより深く掘り下げて取り組むべき商品ではないだろうか。まあフードアナリストだからこういう言い方するんでしょうけれども、消費者から見りゃたまったものじゃないですよね。安い、具材で消費者の方を価格面だけ向いて、安全面とかその辺が担保されてるのかどうか分かりませんけれども、まあ売られているものが今の冷凍餃子の現状であると。大雑把な言い方ですけど言っちゃって、それほど言い過ぎではないのではないかと私は思います。で、ここで指摘したいのは、冷凍餃子がもし値上げが発表された時がハイパーインフレの、初めの一歩スタートかもしれないということですよね。具材で原価を調整しても包装資材とか輸送コストとか、いろんなことの兼ね合いで、値上げせざるを得なくなってきたというふうに判断していいんじゃないのかなと思います。ですからそうですね、特に、さっき言ったコスモス薬品とか、あとコンビニはどうなんだろう、どこが注目になりますかね。とにかく安い餃子を売っているところが値段を上げ始めたら、一般的にスーパーでいいのかな、コンビニ、そうですね、もしかしたら業務用スーパーとかコストコとか、ああいう安いところ、もともとものすごい安売りしているところでの冷凍餃子がコスモス薬品と、同じレベルっていうんですか。そういうところの餃子が値段が上がった時がスタートだと考えていいんじゃないかなと思います。だからその値上げが発表された時にはもう最後の、ダッシュ、その冷凍餃子が値上げされるまでに僕らは着々と備えなきゃいけないんですけど、冷凍餃子の値上げが発表された時には慌てて残り全部というつもりで買えるだけ買っとくということが、まあ私は必要なのではないかなと、考えておりますので、皆さんもそのことを頭の中に入れておいてください。今日は簡単ですけれども以上です。ありがとうございました。